暑いです。ということで、宇都宮さんとね、やっとね、イベント進んでいますね。お、今のでまた終わったんだね、一回分。今日一日で多分3、4回ぐらいあって、うわぁ、これダメじゃん。家に入ったらもう次、別のことが起こってしまう。これを避けつつ、なんとかしなくてはいけないですね。そんなところで、結構ね、畑もまあ少しずつですけどね、そのレベル上げてる状態で今。で、育ってきました。で、育ててる時に、ちょっとね、今風邪ひいてますけど、気になったことがあったので、それを試してから、成果をね、今までのこの成果、試していきたい、出していきたいとね、思っています。それではちょっとね、移動します。はい、やってきました。ここですね、モンスター博士の家なんですけど、街中ハニートラップだらけで、避けて通るのがすごい大変でしたね。それでは、行きます。はい。今回何を見てもらうかっていうと、このモンスター博士弟子に、先にキラリ見てもらいましょう。キラリは、状態異常がかなり強いんですよ。全部得意ですね。あ、即死は普通なんだね。で、防御系は全部強い感じですね。で、これ、わけもあるんですけど、元からね、状態異常強かったんですけど、で、これ、モコルは、吸収。愛の結晶を上げ続けて、死なないようにっていうね、しばらくやってたんで、吸収が得意になってます。で、防御はね、最初から麻痺に強かったのかな、この子は。で、麻痺に強いですね。で、俺、キラリを育てて思ったんですけど、一旦外出て、アイテム上げてからまた、来ますね。はい。で、キラリはね、状態異常のスペシャリストにしたくて、歌の小瓶をずっと上げてたんですよ。なんで、状態異常ね、全部、まあ、即死以外ですけど、得意になってるんですけど、もう、これ、上げてて気づいたんですけど、これ今回モコルにも上げますね。で、これで、ちょっと気になる数値が上がってるかどうかを見ていきたいと思いますと、あと、ルドミラか。俺、経験値稼ぎで、あそこの、イミテーションやめて、妖精たち倒すようにしたんですよ。レッドコアとかね、ブルーコア欲しくて。で、コア欲しいかそこでやってて、まあ、ハートの結晶もね、ゲットして強化してたんですけど、そこでね、あ、今持ってないわ。恋のカクテルみたいな、なんだっけね。あれ手に入るんですよね。で、大好物だって言うから、ルドミラにあげたんですけど、あげて、中市で見たら 1% しか上がってなかったんですよね。なんで、ちょっとね、そこも含めて、そう、これ、そんなに好きじゃない、かぼちゃの煮付け。でも、手作り。上げて何パーセント上がるのかなって、ちょっとね、見ようかなと思って。あ、2% だからそんな変わんないんだね。やっぱり、あれかな。ドグニジマスの塩焼きとかでも上げないとダメなんですかね。で、これでね、モコルの能力を見ていきたいんですけど、状態異常が多分全部そう得意になってるはずなんだよね。元から、あ、即死以外ね、吸収得意だったから。で、次なんだけど、あれ？俺これ上げ続けてたら、状態異常が得意になってった気がするんだよね。キラリね。あれ上がってないですね。上がるだろうなと思ってわざわざね、上げずに取っといたんだけど、今上げた歌の小瓶がレベル2で、結構ね、レベル10とかも手に入れて上げてたので、ワンチャンレベル高くないとダメなのか、ちょっとこれはじゃあ、今度ね、集めて、レベル高いのゲットして、で、検証しようと思います。で、
そうそう、もうプレゼント終わったんでね、風邪薬で風邪を治して、で今は、ね、難易度上げて、挑ん経験値ね上げてたんですけれども、なんで結構強くなりました。ここで見ちゃいましょうか。まあ、ルドミナもね、もうね、すごいレベル上がってんだよね。人間の方が、レベル上がりやすいのか、俺より上がってるな。そういうのあるのかもしれないですね。で、モンスターのこの二人でね、モコルとキラリ。だいたい同じレベルで、もうね、攻撃力が4000に届きそうです。で、モコルはちょっとね、属性防御とか途中上げたりとかね、してみたんですけども、まあ、本当にキラリはね、歌の小瓶しか上げてない。もう属性攻撃最強になってもらおうと思って。で、このかなり上がった能力で、リグバース、クリア後のね、ダンジョン、わお、当たってしまう。クリア後のダンジョンを攻略できるか。っていうのを試してみようと思います。で、レベルは今結構上げてるので、元に戻してから、通常のね、リグバース、蹂躙できるか、行ってみたいと思います。では。はい、リグバースの迷宮、15階にね、飛んできました。で、これで、俺は何もせずに、やっていけるのかっていうのを見ていこうと思ってるんですけど、まあ、言ってしまえば、モコモコが動いてこね。まあ、でも、ここら辺、ザコはやっぱりもう余裕ですね。その、ルドミラもね、杖を強化してるから強い。そう、ルドミラはね、魔法を結構ね、厳選しました。マジで、もうこれが何もしてない。ちょっとここら辺を軽く、進みながら見ていこうと思います。さあ、対虫戦どうか。ああ、強いね。強い、強いけれど、強いし通用してるし、余裕だけれど。俺のアクセスで太陽のペンダント入ってるよな。もっとアグレッシブに戦ってもいいんすよ。もうこの先輩。まあでも、総合的にね、強いね。そう、ルドミラはね、最初から水の強さを装備してたから、まあ水の、属性をメインでやっています。ということで、じゃあもうね、雑魚戦はまあ通用するのは分かったんで、ボス倒せるか行ってみましょう。来ました。ボス屋。16階かな、ここは。ああ、アラクネだ。あらくもレベル低かったら仲間にできんだろうなと思うんだけどね。さあ行け、お前たち。うわ、むっちゃ食らってるじゃん。勝てるのか、本当に。あー、でもルネの魔法が強いね。モコモコは、クソにやられている。これもね、魔法で撃てるようになるんですよね。昆虫の顎でね。雲の顎か。ルドミナがちょっと強すぎるね。ルドミナ。待機命令。次のボス行きます。ちょっとね、このままだとクリアに向かってしまいそうだったんで、一旦戻りまして、4階です、ここ。4階のボスを、ルドミナなしで。まあ、余裕かね。4階だしね。この子もうちょっとね、造形が良ければ、仲間にしたいんだけど、ちょっとね、なんかプラモデルでできたおもちゃみたいだよね。お!これは強いぞ。もうこの子俺のこと見ている。しかし、いけるいける。あー、やっぱりね、左が強えんだわ、これ。マジ見つめてるだけなんだけど、お前本当に戦う意志があるのか。頑張れ、あ、やっぱこれ吹き飛ばし抵抗を上げるアイテムとか欲しいね。
ムーンファクトリー4だとね、あったみたいだけど、あるのかな ?5 でも。よし。まずはね、まずは、ヌードミラなしで勝てました。で、ちょっとね、次、強敵を、キラリ、タキ。モコモコ一人、モコで二人でやっていきたいと思います。さあ来ました。ビッグボス迷宮10階。すぐ会えるボス。一番簡単に会えるボス。いや、これは強い。ヘビ系って仲間にならないんだっけ?かっこいい。さあ、俺たちは高めのゲームだぞ。いけるか。お、モコモコ優勢。え、ものともしてねえ。ただやっぱり吹っ飛んじゃうのがちょっとあれで、え、何一人になったら何そんなにアグレッシブなの。今まで何俺たち下僕に戦ってた感じか。お、すーごいアグレッシブじゃん。俺がこれ、ターゲティングしてるからかな。そんなことないよね。最近、外すと。あ、やるね、戦うね。でやっぱね、ボスの方が強いよね、あれはね。ひるまないもんね。あー、毒にされている。戦闘が終わったら下毒してやるぞ。毒でやられる前に倒せるか。圧倒的か?高みの見物モードに入ってしまった。いや、もうえん。解毒だけしよう。あとちょっとで攻撃するんだ。うわ、むっちゃ食らってるじゃん。あ。あ。ちょっと一回復活させちゃいましたね。いや、相手が悪かったな。もっとね。来た。新章って感じだな。さあ。やってきました。ここ最終決戦にしたいと思います。そう!俺がもっともだね。今仲間にしたいね、ガロン。こいつに、このクソ強いであろうボスに、さあ、勝てるか。ヒットポイント満タンにされます。で我々全員待機。うわぁ、もう一方的。凄まじい。お!反撃を呪しを上げた。さあ。もうこれいけるか?うおー!ダメージがでかい。拾ってるぞ。いや、強いね。誰が狙われてる?左か?そんなことないね。モコモコが狙われてんのかな?我々はとばっちりですね。いけ。いや、でもダメージは全然でかいよね。ボスだからヒットポイントもすごいあるけど。ヌードミラ硬いね。さあ、大技が決まっていくが。いや、もうこれ強い。ああ、でもやっぱりね。吹き飛ばし体勢か。飛ばし体勢上げる相手は何なんだ?いや、でも強い。圧倒的強さ。これあれですね。毒もないし、絶対勝つね。
よし、ここで。ボスモンスターの強さ。何が違うのか、見せてくれ。全然当たってないぞ。あれ見ててもね、いや結構ひるんでるね。ひるまないわけじゃないんだ左は。あ、いや、ひるんでない。あ、ひるんでないんだ。そう、この子のあの技ね、杖で使えるようになるんだけど、ダメージもゼロだし、状態上とかも与えなかったんだよね。あれ、何の効果があるんだろう。あ、ズミが飛んできて、とばっちり。でこう見てると、死んだふりだからね。もうやっぱ攻撃頻度は、全然違うか？ずっと攻撃してるもんね。何かしら。モコモコ結構ね、棒渡しするんだよね。いやー、強い。強かったです。やっぱりね、ボスモンスターはちょっと違うね。一味違うね。で、レベル上がってないか。ルドミラだけ上がったのかな。で、今のところこの能力で、でも属性耐性とかもね、そんなに上げてなくて。で、ね、歌の小瓶で、状態上対戦上がると思っていたら上がってなくてね。キラリはね、もう全部得意だから、ほぼほぼかかん、いや、風になってたか？あ、風にもなってなかったよね。そうだね。なんで、ちょっとレベルの高い歌の小瓶を手に入れて、検証しながら、リベンジ。リベンジしていきたいと思います。ここでね、もうこれ最強でしたってね、行こうと思ってたんだけどね。ちょっとまた、もうちょっと続きそうですね。それで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。